海地が所有している、双竜型潜水艦の11番艦である桜竜に、リチウムイオン電池が搭載されたことはご存知ですか？今回は、潜水艦に、リチウムイオン電池が採用された経緯について見ていきたいと思います。実は、そう、竜型潜水艦も、10番艦までは、スターリングエンジンを搭載していたのですが、11番艦からは、リチウムイオン電池に変更したのです。従来まで活躍していたスターリングエンジンも良かったのですが、出力の低さが課題になって、現在のリチウムイオンバッテリーに採用が変更されました。このおかげで、高出力のバッテリー搭載が可能になったのです。時々刻々と進化する現在ですが、リチウムイオンバッテリーも負けじと進化し続けています。双竜型だけでなく、親潮型潜水艦も交換できるようになればいいのにと感じてしまいます。ここ最近、エンジンではなく、蓄電池を使う潜水艦が増えている雰囲気ですが、エネルギー資源が地球から枯渇しつつあることも関係しているのかもしれませんね。再生可能エネルギー、持続可能な目標などサスティナブルが謳われていますが、潜水艦も、この影響を受けているのかもと考えると不思議ですね。国防費として予算をどんどん注ぎ込んでいるのを見ると、リサイクル、リユースなどとは無縁の存在だったと思われますけどね。海上自衛隊が誇る、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界有数の性能を持つと言われています。その、そう、竜型をさらに発展させたのが、タイゲイ型潜水艦です。その一番艦で、ネームシップのタイゲイが、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所で、進水式を迎えました。タイゲイ破損、竜型より、喫水船が、2M ほど、深く、排水量も50トン上回るので、海事としては、最も大きい潜水艦ということになります。艦の名前のタイゲイですが、漢字では大きなクジラです。言うまでもなく、世界最大の哺乳類クジラにちなんだものですね。日本人の生活にも昔から馴染んできた生物でした。ここ最近は、捕鯨に反対する国々の突き上げで、商業捕鯨が禁止となり、調査捕鯨しかできなくなっていました。ごまごまと言っていた調査捕鯨にも難癖をつけて国際会議の場で非難する国々もありますが、そういった国々だった昔は捕鯨をしていたのですよ。しかも目的は油だけだったので、クジラの他の部分は放置していたのです。一方、日本は皮から肉、骨に至るまでクジラをすべて利用していました。どちらがクジラという生物をないがしろに扱っているのか、どう思いますか？脇道にそれてしまいましたね。タイゲイという名前が、日本人とは、馴染みのあるものだということを言いたかったのです。海上自衛隊の潜水艦の名前をつけるには、ルールがありまして、訓令に、生打ち、水生動物、水中動物の名からつけるというものです。そう、竜型は、想像上の動物ですが、縁起が良いと言われる竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと、青い竜となります。太平洋戦争で活躍した、大日本帝国海軍の空母青竜と同じです。若い方なら、アニメの、新世紀エヴァンゲリオンを連想するところでしょうか。ここで、大クジラの前世を紹介しましょう。大クジラも、旧大日本帝国海軍の潜水母艦の名前だったのです。当時の潜水母艦は、
攻撃用というわけではなく、洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦のような艦だったようです。とはいうものの、時には潜水艦隊の機関になることもあり、戦争用の艦として活躍することもあったとか。この潜水母艦大クジラですが、万一の際には航空母艦として改装することを前提条件に建造されたものでした。1941年、昭和16年、太平洋戦争が始まりました。その時、大クジラは航空母艦劉邦に改装されました。ところが、翌年1942年、昭和17年、6月、ミッドウェー海戦で、日本は主力空母4隻を失うという大敗を喫したのです。この敗北によって、日本は、これ以降の戦争の主導権をアメリカに奪われ、一気に敗北へと進むことになったということは、皆さんもご存知でしょう。ミッドウェー海戦を生き延びた劉邦は、改めて、正規空母としての扱いを受けるようになり、マリアナ沖海戦などにも参戦し、その後、呉軍港で、防空砲台として使用され、1945年、昭和20年の敗戦を迎えました。その翌年1946年には解体され、艦艇としての役目を終わったのです。さて、現代の太平に話を戻しましょう。潜水艦太平には、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。それだけではなく、ディーゼルエンジンによる充電能力向上を、目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも搭載されていますから、そう、旧型2艦よりもリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、旧型2艦には従来までのスターリングエンジンは乗せなかったのです。しかし、最初はスターリングエンジンもそのまま使用。つまり併用する予定だったと思われます。つまり、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換すると考えられていたようです。しかし、様々な見積もりの結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に一変した方が、コストは高くなりますが、大きな出力が得られるという結論に至りました。事実、10番艦までの建設費は、1隻あたり約517億円でしたが、高額なリチウム蓄電池を乗せたおかげで、100億円以上、増額の643億円ほどに跳ね上がってしまったのです。ここで首をかしげる事実が出てきました。コストが増えたのに、馬力が減ったというのです。スターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、ボウリューやトウリューは、公表値5600馬力です。ということは、性能が低下したのではないかと感じてしまいますね。確かに、瞬発的な最大速度は、落ちるそうです。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電が長時間持続可能という利点があります。確かにエネルギーを使用せず、蓄電池で動かすというのは効率的と感じられますね。ということは、中速から高速での長時間潜航が可能になり、海中に潜むという潜水艦に求められるスペックがぐんと向上したということになります。リチウムイオン蓄電池のメリットですが、他にもあります。エネルギー密度は、鉛蓄電池の2倍、密輸放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短縮された、放電しても、電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で不安視されていた、事故時の水素ガス発生の恐れがない、などなど。
そんな便利なリチウムイオン電池を搭載した太平洋葉巻型の形状になっていますが、船体の構造にも新しい発想を取り入れたようです。一例としては、浮き課題と呼ばれる構造です。外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和してくれる働きがあるそうです。その他、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などを設置したことで、そう、夕方より一層静粛性が高くなったとされています。太平には、情報処理システム C4i スターが採用され、光ファイバー技術を使っているより進化した備品を装備する予定です。並走ですが、親潮型や双竜型と同じ、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどが、発射可能な 533mm 魚雷発射管を6門設置しています。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷で、2022年2月までに、海自の全潜水艦に装備される予定になっている高性能魚雷だそうです。この魚雷には、音響画像センサーがついていますが、敵魚雷の追跡を欺くためデコイを見破る能力があるだけではないそうです。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂ってしまうそうですが、その中でも、確実に標的を捉えて、形状を識別可能、かつ命中率も高くなっているという高スペックセンサーです。さらに、ベストタイミングでの起爆可能な装置など、最新技術が搭載されているので、世界トップクラスの魚雷と断言しても誇張ではないでしょう。話題は変わりますが、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあると聞きました。韓国は、日本と同様、通常型潜水艦を所有しているのですが、通常動力型では日本にかなわないと見たのか、原子力推進型潜水艦原潜を保有しようという構想が進んでいるというのです。確かに、原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができます。ということは、理論上、浮上しなくても先行したまま活動できることになります。また、必要な電力も自家発電できるので、飲用水として海水を淡水化することも艦内でできると見られているのです。原潜はいいことずくめと勘違いしそうですが、まず原潜の建造には巨額コストが必要です。そして、退役した原潜の処理に頭を抱える国が多いことは、もはや世界中に知られている厳しい事実です。デメリットの大きさを知って、なお、韓国は原潜を作りたいのでしょうか？最近は、中国だけでなく、韓国も、軍事力や防衛力の拡大傾向にあるようですが、まずは何にでも挑戦してみようという、貪欲な姿勢が原潜所有を思いつかせたのでしょうか。日本にも原潜をという意見も確かにあります。ただし、政治的問題が解決されたとしても、日本の現状を考慮すれば、原潜が必要戦力とは思えないのです。もともと、日本の潜水艦戦略というものは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が第一に求める性能は、静粛性ということになるはずです。しかし、原子力潜水艦は、原子炉を一度稼働させてしまったら止めることは、できないのです。仮に機関を止めて、海底に張り付いていたとしても、音が発生します。その音を敵ソナーに探知され浮き、原潜に、巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算は、
世界中で進められている無人潜水艦開発に回した方がいいのではないかと感じます。ロシア・ウクライナ戦争でも人員不足が言われ、深刻な問題になっていることは知られていますね。だからこそ、人員を多く必要とする原潜より、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間、もちろん人員も削減できるのではないかと思われます。世界各国では、無人潜水艦が潮流になっています。日本は、原子力潜水艦にこだわる必要は皆無ではないでしょうか。早く世界に倣って、無人潜水艦の開発を進めてほしいと思われます。